thank you 皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら iPhone 13とですね、サーティンプロの開封と、まあ、約ですね、1日使った上での感想をね、ちょっとまとめたいなと思います。で、一応ですね、後半では恒例のスピーカーの比較もしていくので、まあ、気になる方はですね、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それではね、やっていきましょう。ではね、まずはデザインから見ていきましょう。 私がね、購入したのは無印版がブルー、そしてプロはね、ブラックになりまして、まずはね、無印版から見ていきますが、これね、12の無印版の青色とはね、ちょっと違っていてですね、12の時っていうのは、青色は結構ね、群青っぽい濃い青って感じなんですけれども、13の青はですね、そこにちょっとグリーンとかイエローが混じった感じのですね、まあなんていうのかな、妖艶な感じの大人なブルーっていう感じがね、するんですよね。まああくまでイメージですけれども、 で、次は13 Pro なんですけれども、これがね、グラファイトブラックを選んだんですけれども、これね、かなりグレーに近いんですよね、黒というよりかは。で、シルバーっぽい感じをね、こう、ギラギラした感じを残したグレーになっているんで、黒ではないけれども、個人的にはね、かなり気に入っております。ただね、iPhone に関しては、多くのね、家電量販店で展示品がありますんで、自分の目で確かめてからですね、好きな色を選べばいいかと思います。 で、次にね、カメラ部分なんですが、昨年の12と今年の13を比べてもですね、いかに今年のレンズが大きいのかっていうのはわかると思いますし、さらに13と13プロとではですね、レンズの大きさもちょっとね、違うんですよね。プロの方が少し大きいです。で、レンズがね、こう、やたらでかくなった分、カメラの出っ張りっていうのが今年のモデルは結構目立つんですよね。で、一応言っておくんですけれども、13と13プロのケースっていうのは今年は併用できませんから、ちゃんとですね、 モデルにあって たケースを購入すする必要がありますでは次はね、このノッチの部分ですね。まあ、これは昨年よりもですね、20%小さくなったということで、これね、思った以上にノッチの幅が小さくなっているということにね、みんな気づくんですけれども、残念ながらですね、今のところ余ったスペースっていうのは、あの、バッテリーのパーセンテージなどの表示っていうことが、まあ、できるっていうわけでもなく、何もね、こう余ったスペースを活かしていないので、今のところですね、有効活用はできておりません。まあ、いずれね、ソフトウェアアップデートで 何かか変わるかもしれないですねじゃあ次はね、この 120Hz のリフレッシュレートについてですね、まあ、これについて1日使った上での感想を少しまとめると、これ 120Hz のタッチパネル使えば違い分かりますかと聞かれれば、 答えはイエスです。絶対にわかります。これね、本当に一瞬の違いしかないんだけれども、120Hz のアニメーションの方が、やっぱりね、スムーズに動いていますし、動いてるのが本当に目でわかります。で、やっぱりですね、これタッチの感度であったり、ゲームでのこう、一瞬の動作性を重視するっていう人であれば、絶対にですね、私はプロ版を買った方がいいと思います。 ただね、まあこれ私いつも言ってますけれども、ゲームをしなかったりですね、私のように、そしておっさんになってきて、動体視力がどんどん落ちてきてる人であれば、 あんましね、重要じゃないんじゃないかなというふうに思います。で、一応ですね、プロ版もリフレッシュレートを下げることは可能なんですよね。これね、アクセシビリティからモーションに行って、そこでですね、リフレッシュレートをあの 60Hz に制限することができますんで、必要がない方はこうね、設定を変更してもいいかと思います。 じゃあ次はね、カメラの新機能について話していくんですけれども、まあその前にですね、室内で撮った写真をね、少しだけお見せしたいと思います。一応ですね、12,13,13プロの写真をね、あの数枚ですけれども載せておきます。まあ解説はですね、今後あのレビューでしますんで、今日の動画ではね、説明などはしません。で次にね、新機能のマクロショットについて話していきますが、これね、普段私はマクロ撮影全然しないんですけれども、撮ってみました。で、マクロショットはですね、比較的撮りやすいですし、 びっくりするぐらい寄れます。本当にですね、これ見てもらえればわかるように、縫い目がね、一本一本見えるほど、マクロ撮影ができるということにかなり驚きました。ただね、個人的には、花びらとかをね、撮る気には正直ならないんですよね。やっぱり花粉とかがですね、レンズについてたりしたら嫌なんで、マクロショットはね、僕はあんまり使わないんですけれども、使いやすそうだなとは思います。 じゃあ次はね、シネマティックモードビデオ撮影ですね。これはね、ソフトウェア加工されたボケミを、まあ、カメラで演出しながら、 ピント送りが可能能になるという機能ですね一応ね、これ私もやってみました。で、被写体がですね、これ物なので、ちょっとね、こうボケの加工とかもいまいちな感じは、まあ、否めないんですけれども、もしね、これ人物に最適化されているそうなんで、人物だったらもっとうまくね、あの、ボケができているかもしれません。で、あとですね、ピント送りに関しても少し言うと、このね、物が溢れているような状況ですと、どの対象物にピントを合わせたいのかっていうのが、カメラ側で迷ってしまうっていうのが、 がねあのかかるかと思いますただね一応これはソフトウェア加工による人工的な模型なんですよねなので実はね撮影後でも結構自在にピントが合うように被写体を選べますしかなりピントが綺麗に合いますんでこの辺の技術はねアップルのある意味末恐ろしさっていうのを感じますそれでですねまあこのシネマティックモード撮影をして私が思ったのはこれね撮る人が撮ればめちゃくちゃいい動画が撮れるんじゃないかなと 本当に思います。まあ、なので、やるね、技術力があればいいとは思うんですけれども、まあ、よくよく考えてみてほしいのは、これね、撮るっていうことは、演技をしてもらう、まあ、相手のね、人が必要であったり、まあ、普段ですね、まあ、こんなね、あの、イメージを持って動画撮影してる人であればね、やっぱり技術力があればいいんですけれども、まあ、普通の人はね、ほとんどね、インスタとかに動画投稿する分には、全然必要ないんじゃないかなとは、 まあ、そこまでは言いませんけれども、まあ、何て言うのかな、かなりニッチなユーザー層向けの、まあ、技術、あの、機能じゃないかなと正直ながら思います。 では次はね、フォトグラフスタイルですね。正直、シネマティックモードよりもこっちの方が多くの人が使える機能かと思います。これね、試してみたんですけれども、これはね、あの自分で鮮やか、リッチなコントラスト、暖かい、そして冷たいのですね、4つのモードから自分好みの色味や陰影をですね、選んで撮影できるモードなんですよね。で、これでシチュエーションごとに自分がね、いいなと思うような写真の好みに合わせてまあ、撮ることができるんで、ちょっとね、こう と思考の人にはあの重宝されるかなと思いますし普通の人がですねあの簡単に変更できるので結構いいと思います例えばねこれちょっとクールすぎるなという写真の状況でもですね簡単にパッパッパッと温かみのあるモードにスッと変更できますんで普通の人でもですねかなり使いやすいと思いますで次はね最後スピーカーの比較をして終わりたいと思います はい、どうだったでしょうか。まあ、13とね、13プロのスピーカーの質っていうのはね、もうレビューする必要がないぐらい、盲目的にですね、素晴らしいと信じ込んでいただいていいと思います。まあね、ちゃんとレビューすると、両方ともですね、全体的にいい意味でフラットな、あの、スピーカーの、まあ、音質になっていて、低音もですね、本当に、本当にね、ぐっといい感じでしまっているし、 中音もですね、こうクリアで、こうボーカルがですね、存在感を感じますし、あのバックグラウンドミュージックもですね、結構大きくなるんですけれども、それに全然負けないし、 高音もですね、非常にスッキリしていて、こう、トランペットのね、伸びとかも私はかなりいいなと思いましたんで、本当にね、スマホスピーカーの中では、現時点では最高峰かと思います。それでね、まあ、13と13プロでスピーカーの違いがあるかという質問に対してはですね、これは絶対にあります。そして、誰でも気がつくレベルですね。特に隣同士で音を鳴らせばすぐにわかります。で、多分ですけれども、載せてるスピーカーっていうのが明らかに違うんですよね。2ランクぐらいですね、上のスピーカー。 スピーカーを、まあ、プロは使っているなという,ふうにあの感じますし特にあのダイナミックさが全然違うんですよね。サーテーンでもですねものすごくいいスピーカーなのにそれでもですねプロはそのさらに上を優に超えてくるんですよね。なのでプロのサウンドっていうのは私の持ってるスマホでは多分最高峰といってあの確実に言っていいかと思いますし ちなみにですね、やっぱり言っておきたいのは、13も、あの、全然いいんですよ。あの、12の時よりも、あの、少しね、音質は向上しています。まあ、ものすごく良くなっているってわけじゃないんだけれども、あの、すでにですね、めちゃくちゃ良かった12のサウンドよりも、あの、よりね、ダイナミックなサウンドにこっちもなっているし、高音がですね、昨年のものよりもよりクリアに聞こえているので、まあ、どっちもね、めちゃくちゃすごいスピーカー積んでますよという風に言っておきたいと思います。 まあ以上がですね、今回の開封と、そしてね、約1日ほど使った上での感想をね、簡単にまとめました。まあ今のところですね、1週間ほどプロと無印をですね、メインとサブ機として、まあ贅沢にね、使わせてもらって、その後ですね、1週間後に両方ともレビューしたいと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、チャンネル登録がまだな方、チャンネル登録していただければなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。